セイピーさん、はい、西森先輩、はい、NMB48 学園です。今日も張り切っていきましょう。張り切っていきましょう。はい、では今日もお便りからいきましょう、はい、お願いします。はい、ラジオネーム神々48さんからいただきました。ありがとうございます。モンスターエンジンさん、なぎさちゃん、サイピー、こんばんは。こんばんは。再来週彼女と映画を見に初デートに行く予定です。はい、なので思い切って新しい服を買いに行こうと思っています。はいはい。なぎさちゃん&サイピーはいつの日かデートに行くとき彼氏にどんな服で着てほしいですか？うーん、初デート、まあそうやね、どんな方がいいかな。どんな服でしたか逆に。え、初めの頃、はい、昔初めの頃は高校生ぐらいの時はアメカジでしたね。おー、おしゃれ。その3年、高校後半から3年間ぐらいだけこまめに服買ってましたけどね。おー、そっから、ね、ほとんど買ってないです。え、じゃあその時の服まだ着てるんですか？あるあるある。その時のもあるよ。すごい、それあれですか、緑の。いや違う、あの緑のやつめっちゃ言うてくるやつ。テカテカのジャージやろ。テカテカの。あれもそうやったんです。いきます。はい、起立礼着席、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、このクラスの担任モンスターエンジンの大林です。では早速出席を取ります。渋谷。はい、東京の渋谷といえば8個前、ほんじゃ大阪の渋谷といえば渚前。これからはずっと渚前で待ち合わせやで。大阪府出身21歳の渚こと渋谷渋谷渚です。よろしくお願いします。はい、お願いします。続きまして村瀬。はい、1、2、さえ、2、2、さえ、3、4がなくてもやっぱりさえ。大阪出身20歳のさえピーこと村瀬さえです。お願いします。はい、お願いします。最後に西森。語尾が出すの人はもう大変です。その引き出しから1ダース出す出すですからね。さっきのインダス文明の資料を1ダース出す出す。インダスは早く1ダース出す出すで大変ですね。西森洋一です。いや違う。1ダース出すだけや、困んのは。え ?1 ダース出すだけ。その時だけ。うん。で、1ダース出すって何 ?1 ダースもいる。何かと1ダースいることって何。そうやね、ダースで入ってんねんから。1個ずつ取るんやからダースで入ってるっていう。まあでもいろいろね。語尾が出すの人ですよ。ワーディチ出す出すときは大変でしょ。一出す出す出すって言わなかった。出すかぶりが。出す出すやから、自分が出す側なわけやろ。え、出す、だから命令してんねん。そこの、あ、そこの引き出しから、一出す出す出す。インダス文明以外ダスの言葉思いつかんかったわ。インダス文明の資料を1ダースってどういう意味。インダス文明の資料1ダースって何。どんな一つのファイルとかやったら。そうね、うん、他なんか名詞で最後ダスの名詞思いつきます？最後ダス、ダスか、インダスみたいな。そうそう、ダスって結構ないよね。ダンス、ダス、え、ダンス、それダンスやもん。さあ、頭や、頭やから。ダンスで全力出す出すっていう。もう一ダンスだけやもん、ね。お前ないですね、この世に。それしか、それしかないかもしれない。この世にとかじゃないの。だって。語尾に出すやろ。ちょっと戦いですね、自分との、ね。そうですね。探しといて、また調べ、調べるか調べへんかは戦いですね。なるべく調べる。調べても冷めますもんね、なんか、ね。まあまあ、気づくのはいっぱいあるんやろうけど、ね。初デートの服装。どんな服で着てほしいですかということですけども、聞かれてますよ。高校3年生です。うん、どうですか。わあ、でもシンプルなのがいいですね。あ、なんか本当に、うん、ビームスとか、うん、あ、ちょっと高いかな、高校生ザラとか、うん、シンプルな、うん、いやまあビームスとかザラがシンプルなんかどうか僕ちょっと分かんないですけど、そっち系のファッションが好きです、なんか私男性。いや、そのもっと細かく言って、ビームスとかザラでも派手なやつはきっとあるから。うん、なんやろな、でもほんと白のシンプルな T シャツに、はいはい、デニムとかでいいってことね。とかで、はい、うん、うん、いや、あんまり思い切ったことせん方がいいかも、はい、いいかもね。サンダルとか、あ、なんか健康スリッパみたいな、一時期流行ったじゃないですか。健康スリッパサンダルとか、ジャージとか、あの若い中学生の子とかが、うんうん、その一瞬だけ流行ったやつやめてほしいって。はい、そうですね。ちゃんとした。
そうね。なるほどね。はい。なぎちゃんは、なぎちゃんはまあ、なぎちゃんはまあまあ、なるべくシンプルで。プレーンな女性の考え方やもんね。はい、プレーンな。サイピーはちょっとあれもね、でも。そうですね。ファッションがあれやから。関してはな。でも私は、なんか、普通にシャツに、上になんかニットとか、重ねて、着てほしいです。なんか、ちょっと、ね、綺麗、綺麗やけど、ちょっとデートやからちゃんとしてきたみたいな。なるほど。ちょっとシャツとかで。でも服に興味ない人やったら、うん、なんか別に自分がじゃあこういう服着たらとか言ったら全然着てくれそう。着てくれる、着てくれる、多分。ですよね。うん、その代わりすぐ辞めると思うで。あの買ってあげるやんか、うん、一緒について行ってあげて、うん、ほんで全部選んであげて、うん、ほんでまあお金は向こうが出すけどってやって、これでこう3パターンぐらいあるから、デートの時はこの週一デートするとしたらこれ着回してなみたいなこと言ったら、もうすぐ次の次の週ぐらいにもう自分のダッサい服着て、めっちゃごめんってもうめんどくさがって絶対なるけど、メンチコード着てるやん。まあまあ、あそういうのね、うん、悩むのもまた一つ経験ですから、ね、散々悩んでみてください、一度ね、ではでは授業始める前にお便り募集のお知らせです。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しています。番組の感想、こんな授業をやってほしいといったご意見、また私たち NMB48、 そしてモンスターエンジンさんへの質問疑問、何でも OK です。宛先は E メールは nmb@abc1008.com、 おはがきは郵便番号 530-8010、 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組の係までとなっています。たくさんのお便りお待ちしています。それでは行きましょう、 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、今日も授業スタートです。